価値を生成する。それは無意味ではないが、換金性が弱い。それ、をどう使うか？そっちには、仕事、需要がある。理屈の問題ではなく、感覚論の話。もえの意味、その、感覚、へ直結しているえ、ではあり。日常系、ゆるふは、そういうのの需要か。それでよい、のだ、かわいい美少女らが衝突せず仲良くしているだけで意味はある。それでよい、そうであるべき、そしてそれは実現し得る。それ、をかければ、意味。これ、は個人的な価値観だ。基本的に現在の、萌え、その領域には、問題がさほどなく、ゆるふわ系、その状況が続くので、物語的な騒動、そういうのは、なかなかないのが現実。基本的に物語は、誰か、の、どこかから起こる、人、から形成がスタートするので。その領域だけ見ていても、売れるネタはそんなに。